霊書体は漢字の書体の一つ。八分霊、八分、文書とも呼ばれる。古文に対して今文と呼ばれる。画像は、生学火山病費。定縛という下級役人が罪を得て獄中にあった時、霊書を発明しこれを献上することで始皇帝に許されたという伝承があるが、これは俗説に過ぎない。 戦国時代頃から日常に通用されていた筆記体が信代になって業務効率を上げるために公文書でも用いられるようになったものが霊書だと考えられている。紀元前3世紀後半の水骨旗館などに見られる天書を簡略化した過渡的な書風を旗霊と呼ぶ。前巻前期には転書から霊書への移行が進み旗霊と並行して草書の元となる 早書きの草霊、旗霊の要素を残した畑の小さい、これへ、畑を強調した装飾的な八分など、多様な書風が展開されていたことが、馬王大白書、銀尺山地区間、鳳王山木徳などの白書や、監読類によって確かめられる。また、全館中高期を中心とする資料、巨円館館では、これらの書風がすでに様式として確立されている。 姿を見ることができる。心を経て、五感に入ると、筆記体としての霊書はさらに発展し、草霊より進んだ側射体である、焦燥や、現在の行書内し会所の元となる書風の方がおも、見ることができる。そして、霊書が、盛んに通行した、この時代、安定した政権のもとで儒教の形式化が進むにつれ、霊書を用いて、石に、 関英属的な記録を刻むことが流行した。それら五官の国籍資料に見られる書風は、おおむね官邸、または霊帝の前後で2分することができ、その前半期には、これが多く、後半期には8分が多い。これらはいずれも書道における、霊書題の範を示すものとして、後世から最高の評価を与えられている。漢王朝の衰退に伴って、 書体としての霊書の知識や技法は失われていった。紙の発明と普及が筆記の方法や形態に何らかの影響を及ぼしたことも考えられる。いずれにせよ、その後霊書が広く用いられることはなく、研究や表現の位置形式として試みられるに止まっている。書の歴史上、古霊と呼ばれている一群の書がある。古霊は、時期から言えば古い霊書体ということだが、 はっきりとした定義は確立していない。とはいえ、それらの書は、古木、古説とでも言うべき、共通の美を備えていて、熱狂的なファンも、数多くいる。具体例を挙げれば、開通法野道国籍、三郎意味縄崎日記、関文章、洋順表記などの赤格の文字である。楷書霊書左右の払いで波打つような陰筆を持ち、一時一時が横長であるのが、 主な特徴。字体が天書と異なり横長になったのは、記録媒体が、正目の木管に変化したためで、正目を横切る横角に大きな負担がかかるためである。木管、竹管、白書に書く場合は少々右上がりの字体も見られるが、石碑に掘る場合には、字全体は水平になるよう掘り石が修正する。また書者も、天書のような硬筆を好まず、横角を、 ドーム状に膨らませたり、会所で言う、配線を取って、字を引き締めたり、重心を字の左に寄せて、長く太い畑でバランスを取る、一字の中で筆跡の強弱を極端に変化させる、あえて古式な字体に戻しながらも、畑の見ようと接中させるといったように、字の書き方に、そういう工夫を加えるようになる。なお、畑は一字につき一回しか認めないルールが、確立していた。 天書から霊書への変化は字型の違いが大きく、これを霊編と呼ぶ。霊書は主に直線と春状の折れ線によってなっている。ここに至って、初めて筆画と筆勢が生まれた。それに従って、筆記のための生画や、三髄や、人面などの部首の変形が広く行われるようになり、筆記に適した文字に変化した。その一方、霊書以降の文字は一見して、 次元を知ることが困難になった。上述した現代用語としての霊書の定義は、北宋時代に王陽治が提唱したものである。南北朝時代後期当時代には霊書という用語は、現在の解消を意味した。創前比霊書体の主な筆跡には、以下のものがある。逸影比の、前名は、露章逸影をけ孔病桃石卒子比などという。憲比は、栄光元年。 三等症極府の穴病に現存する。碑文は、全十八行、各項四十字で、内容は、官邸の時、露国の姿であった、いつへの申請によって、露の孔子病に、桃石の卒子を置いて病を守らせることになった次第、及びその関係者の功績を記したものである。決体は緊密で、金言、出力は有権で畑は力強く、 関大の霊書の中でも優れた石踏みである。創禅日の前名は幼霊、創禅日という、県比は中平二年、民の高吉から一万暦の間に幼県の球場から出土した。飛学は出土の時からないが飛文はほぼ完全に残っており、全二十行で初行から十九行は、各行十五時、末行に、 中平2年10月平身作りの旧字で検品の年、月日が明記されている。品の文字は、やや小さく、混流関係者の長5列57行で、列挙されている。現在は、西安比林にある。石文は、宗禅の奇跡を記した、聖徳碑である。宗禅は、敦煌の人で、孔は7年幼霊となり、黄金の乱を収集した功績により、検品された。 数多い官僚の代表的名品であり、完成された八部の技法を示すものである。他の石踏みと比較して女性的とする表が多い。石質が剣道で文字が非常に鮮明であり、出土以後拓本によって多くの書人に学ばれている。天保年間に日本へ伝えられた、伝生校舎のロゴタイプ。ありがとうございます。